このビジョン、星の終焉、すべてが砂に変わって滅びきった未来の姿か。そうだ、ようこそ赤い月。ここはかつてあなたが呼び出した未来月。私が望む最後にして最高の救済法だ。何かと思えばわらき屋の夜の後継機。この頃、あらゆる生命の耐えた星の姿が、そなたの言う救済だ。しかも、滅びを避けられる。どのような手段を持ってしても、霊長の自滅は防げる。故に、私はこの回答にたどり着いた。滅びが避けられないなら、より良い。速やかな滅亡を実行する。その後、人類の歴史が完全に停止した後、その全てを記録し、永劫に欠損を守しない記録媒体を残す。これこそが救済だ。永遠に忘れられない、滅びることのない記録があるから、全ての生物は意義あるものとなるだろう。たとえそれを閲覧する者がいなくなっても、残されているのに、いつか違う者たちが知る可能性がある。なるほど、確かに英雄は死を背負う生命として、その願いは切ないほど正しい。だがそれは限界まで生存し、その果てに滅びを受け入れた者のみが選ぶ最後の光だ。自ら滅びを早めるのは、そなたが記録しようとする霊長の歴史への冒涜に他ならぬ。異常よ、あなたの星の意志。このまま人間が繁栄すれば、まずあなたが先を死ぬ。それを良しとする。星の滅びなら結果的にそうなるだけであろう。我が愛し子たちは浅ましくも懸命に生き延びようとし、結果として滅びた。その滅びを笑えるものか。恨み事は罰を与えない。だが滅びのために滅びたとあっても、呆れ果てて口も痛くなるという。冥界はたおやかにオシリス。そなたの理念の千年を襲い、その妄念は古い一の考えだ。人の世にほだされたのはそちらだ、赤い月。星の声を聞き届ける者として、その故障した魂のもと砂に返してやろう。若き戦いをもって万物を救済する。ダウンロワンファイト。オンロパーフェクト。このフィルム。もう少し頑張ってみる？ユーミン。お、なんか偉そうなこと言っちゃう。
ゃったけど、どちらが正しいかなんて点でわからない私なのであった。賢者の石は惜しかったけど、あのシオンって子ならそのうち似たようなものを作り出せるだろうし、結果オーライかな。今が楽しければいいって前向きさは人間の長所だし、より良い未来を夢見るところが高く伸びれば、いつか星の海に逃げ出せることでしょう。はい、アルクエイド、こっちこっち、映画始まっちまうぞ。私ももう少し夢を。